ここは皇帝陛下の宮殿だ。寄るな寄るな。皇帝陛下の病が思わしくありません。しかも原因がはっきりしないのです。どういうご様子なんですか？体から力が吸い取られていくような感じだと。何者かが呪いをかけているのではないかと心配しています。エリス神の使いなの？エロールの子よ、二つの月の神殿には厳しい試練が待ち受けています。それでも行くのですか？もちろん覚悟してます。ではこのエリスのシンボルを持って行きなさい。神が常にあなたを見守っています。どうもありがとう。ディスティニーストーンに運命を絡め取られて哀れなことです。運命を破る人、私たちには見守ることしかできないのですね。ジャングルの奥地へ行くふり。
ここは古い神殿かしら。様のためにシンボルを集めていただいて感謝します。あんた誰だい？私はサルウィン様の一のしもべワイル。さあシンボルを渡しなさい。何言ってんの、そんな奴に渡せるわけないでしょ。では奪うのみ。
立つことができるならば、お前をディスティニーストーンの守護者として認めよう。ここは皇帝陛下の宮殿だ。寄るな寄るな。元気かね。そのムーンストーンがあれば陛下の病が治るのか。よし、すぐに治療を始めてくれ。結界を破るために
呪者も力を強めたわ。あれが呪者の姿よ。本体はどこかで呪いを唱えてるわ。陛下。おお、ネビルか。お加減はいかがでしょうか。何か体の上に乗っていた重しが取れたような感じだ。陛下、ご気分は。ソフィアか。悪くない。少々空腹だ。それはようございました。すぐに食事の準備をさせましょう。ご会おめでとうございます。私も本当に嬉しゅうございます。しかし今日は重大な提案をさせていただかねばなりません。ローバーン公、陛下は完治されたとはいえまだお疲れです。遠慮なさってください。重々承知ですが、ことは急を要します。よい、申してみよう。近年海賊による被害が増えているのは陛下もご存知のこと。このままでは珊瑚海の貿易は廃れてしまい、ひいては帝国の行く末にも重大な影響を与えます。何とぞ我が帝国海軍に海賊討伐をお命じください。海賊の間に仲間割れがあるとも聞きます。今こそが絶好の機会です。ローバーン公は常に帝国のことを考えてくれているのだな。よろしい、公に海賊討伐を命じ、帝国海軍の全てを預けよう。お聞き届けいただきありがとうございます。早速準備にかかります。ローバーン公、その腕の怪我は大丈夫ですか。兵士たちと剣の稽古に熱中しすぎてな。ネビルよ、お前も稽古をした方が良いぞ。剣の切っ先が鈍ったのではないか。待たせたな。褒美は思いのままだ。何なりと申してみよ。では下がってよいぞ。
生かして返しちゃ帝国軍がいない間にメルヴィルを襲撃する計画が台無しで悪いが死んでもらうぜ。ここはメルヴィル警備隊の事務所だ。海賊がメルヴィルを襲う計画を立ててるわ。本当か？帝国軍が手薄なところを狙ってくるのか。すぐに対策を立てれば。通報ご苦労だった。飲んでく？
客か。
しくない相手だね。
いらっしゃいませ。お泊まりですか？ここまで乗り込んでくるとは、いい度胸だ。あんたが海賊の頭ね。覚悟しな。
だケリはついてねえぜ。命ばかりはお助けを。サルウィン、ザリムハミルアゲラサルウィン。ちょっとここで何してるの？そやつを殺せ。サルウィン様の復活を阻もうとする輩だ。必ず仕留めよ。私を守るために来てくれたのか。感謝するぞ。陛下の警護を頼む。我々は宮殿からモンスターを排除する。
ビルの町が。サルウィンの復活が間近に迫っているのかもしれん。そなたはサルウィンと戦うつもりのようだな。ミルザはその命を捧げたが、そなたは生きて戻ってくるのだぞ。その時、今までの全てのロークに報いよう。ここは皇帝陛下の宮殿だ。寄るな寄るな。よかった。やっと見つかった。何かあったの？ラファエル様がピンチなのです。ミルザブールの牢獄に入れられて裁きの日を待っています。どうかラファエル様をお助けください。何かお探し？いらっしゃいませ。
おお、久しぶりだな。元気にしてるかね。ラファエルのことで聞きたいことがあるんだけど。話がしたければ直接本人とすればいい。あの騎士の辛い推しのことなど口にもしたくない。その声は来てくれたのですね。一体何があったの、ラファエル、教えて。あの夜、町外れのいつもの場所でコンスタンスと会っていました。その時、突然モンスターに襲われたのです。ミルザブールにモンスターが現れるとは予想もしていませんでしたし、話に夢中になっていて、不意をつかれたとはいえコンスタンスを奪われてしまって、私は騎士失格だ。大丈夫、コンスタンツは私が助け出すから。ありがとう。来てくれた。ラファエルには会ったかね。君に会えて少しは元気が出ただろう。どうしたら彼を救い出せるかしら。コンスタンツを助け出すことだな。彼女がただ一人の目撃者なんだ。犯人はコンスタンツを引き渡す代わりにディスティニーストーンを渡せと要求してきた。それはできない。ディスティニーストーン、あのおとぎ話の。ディスティニーストーンはおとぎ話ではない。現実に存在し本当の力を秘めている。詳しい話はバイゼルハイムのフラーマに尋ねるといい。いらっしゃい。
局いかがで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何かお探し？いらっしゃいませ。ようこそバイゼルハイムへ。私はフラーマ。何のご用かしら。
ルーインとミルザの戦いは伝説ではなく事実です。その戦いの中でディスティニーストーンは重要な役割を果たしたのです。私が調べたところではコンスタンツはこの町の南の洞窟に連れ去られたようです。そこまで分かっててどうして助けに行かないの？すぐに行きましょう。私はあなたが来るのを待っていたのです。どういうこと？あなたはサルーインの復活を阻止する定めを追っています。そのためにもっと力をつけ、もっと人々の信頼を勝ち取らなければなりません。今はコンスタンツを助け出す話をしているのよ。サルーインとかの話はまたにしてちょうだい。最近世界中で起こっている様々な事件、それはすべてサルーインの手先が起こしているのです。今度の事件もそうです。あなたは知らず知らずのうちに運命に従っているのです。ずいぶん大げさな話ね。コンスタンツを救うことが騎士団を救うことになって、それが世界を救うことにつながるわけね。そうです。私はここでディスティニーストーン火のルビーを守らねばなりません。この塔の中のものは自由に使って構いません。一刻も早くコンスタンツを救い出して。
じませんが、ありがとうございます。コンスタンツね。さあ、帰ろ。ありがとう。君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。私は大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところに騎士の生きる場所はないと思っていた。だが違うのだ。騎士が生き続ける場所に名誉が生まれるのだ。死して英雄になることより、生き続けて人生の重みに耐えることの方が騎士としての名誉にかなうのだ。さて、我が娘コンスタンツと騎士ラファエルがその人生の重荷を二人で共に担いたいと申し出てきた。私はそれを許そうと思う。テオドール様。お父様、ありがとうございます。騎士ラファエル、おめでとう。コンスタンツ、おめでとう。さて、もう一つは君だ、バーバラ。君が敵との戦いで示した勇気と力、コンスタンツ救出で見せた献身、ラファエルの名誉を回復した友情、それら全てが騎士団精神をよみがえらせてくれた。この功績に応えるには名誉騎士の称号を授与する以外にないと思う。意義あるものは。意義なし、意義なし、意義なし。あなたには感謝の言葉もないわ。ところで、どうやってムーンストーンを手に入れたの？まず、二つの月の神殿に関する古文書を手に入れ、帝国図書館で解読方法を探し、アムトの神殿でアムトのシンボルを手に入れ、迷いの森でエリスのシンボルを手に入れ、ワロン島のジャングルで二つの月の神殿を探し、神殿の中でムーンストーンを発見し、ディスティニーストーンの守護者と戦って手に入れたんです。あなたは神々に愛されているのね。イナーシーに魔の島と呼ばれる島があります。そこに住む邪悪な魔道士がディスティニーストーンの一つを持っているという噂です。あなたにエロールの加護のあらんことを。
前にもう一度魔の島へ頼む。魔の島へ連れて行ってくれ。魔の島か。行ってみよっか。
あなたが捕まえた船を覚えてる？ただ一人の生き残りがここへ連れてきてくれたの。おお、そういうことか。あの時船員たちがこの島へたどり着けるように嵐を解除する魔法をかけてやったのだ。50年経ってもまだ有効だったとは、わしの魔力も大したものだな。そこの年寄りがあの時逃げた男か。まだ生きておったとは結構結構。だがお前の仲間も生きておるぞ。そこにな。ロック・バロン、あの時のままだ。わしだけが歳を取ったのか。その通りだ。わしは長い間フローク氏の術を研究してきた。50年前ついにその術が完成した。実験台としてあの船の連中を島に呼び寄せ、術の試し撃ちをさせてもらった。それ以来そいつらは老いも死にもせず生き続けておる。心地よく眠ったままな。まったく、なんという失敗だ。ある意味成功してるだけに欲に腹立たしい。ねえ、彼らを目覚めさせる方法はないの？あるぞ。殺せばよいのだ。死の瞬間、その一瞬だけ目を覚ますぞ。あんたって人は、ディスティニーストーンのこと何か知ってる？お前はディスティニーストーンが欲しいのか。サルーインの手下のようには見えぬな。ではお前がサルーインと戦うのか。だが渡さんぞ。魔のエメラルドはわしの研究には欠かせぬものだ。エロールの手下にもサルーインの手下にも渡しはせん。魔のエメラルド、奪う力がお前にあるかな。これでいい。そう、魔のエメラルド、しかしお前に預けておくわ。
それで思い残す。一杯飲んでく？あん、それ。この話は大変なお方から。わしはクジャラートのリー、ウハンジだ。よく覚えてますよ、ウハンジ様。まあよい、わしの頼みを聞いてくれ。実はわしの可愛い娘がさらわれたのだ。あんた、娘がいるのにあんなことやってたのかい？いや、それは、それとこれとは別問題だ。そんなに突っ込むな。心当たりはないの？心当たりが多すぎて、一体誰が犯人だか見当がつかんのだ。エスタミルの盗賊ギルドの仕業かもしれん、タルミッタの反対派がやったのかもしれんし、あれがいなくてはわしは生きていけん。褒美は弾む。頼んだぞ。ここタルミッタは、みな、え、マラルコは正解。トゥーマン様が水流の祭りをよみがえらせたぞ。若い娘を生贄に捧げ、
らっしゃいませ。お泊まりですか？いらっしゃいませ。お泊まりですか？タルミッタ大使、トゥーマン様としての狼藉か。貴様、何者だ。名を名乗れ。あんたなんかに名乗る必要はないね。何を許さん。待ちなさい。私が大使、トゥーマンだ。お主たち、何用があってここまで来た。さらってきた娘たちを返してちょうだい。そういうようか。では無駄足だったな。娘たちはここにはおらぬ。本物のトゥーマン様が水流の神殿へ連れて行ったからな。あなた何者？わしはトゥーマン様の影武者よ。そろそろ儀式も始まる頃だろう。影武者じゃ用はないわ。その神殿はどこにあるの？まあ待て。お前になくてもこちらには用があるのだ。お前にはここで死んでもらおう。
様の影武者が化け物だったとは。ねえ、水流の神殿へはどう行けばいいの？それはトゥーマン様も化け物に取り憑かれているかもしれないわよ。マラルコ中央の島の地から急いでくれ。我らが守護神、偉大なるクジャラートの守護神、我らの祈りに応えたまえ。我らが捧げ物を受けたまえ。させるな。殺せ。
どもが。お前、ルハンジにいくらもらった？わしはそれ以上出す。わしのために働け。この指輪の力、早速試してみるか。してみるわ。
お探し？見逃してくれ。
次、頼む。
いらっしゃいませ。お泊まりですか？